同じく司会を担当します共通券お得に班の宮川かなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで私たち2人は今日はアトラクションの司会ということで衣装を合わせてみました。いかがですか。次に出演していただく皆さんもこの日のためにと新しい衣装で臨んでくださるんですよね。はい、今日のために赤を基調とした新しい衣装で登場していただくのはお得に聴覚言語障害者地域活動支援センター通称お得にデイの利用者の皆さんです。お得にデイが2014年に10周年を迎えた集いの時にもフラダンスで盛り上げてくださいましたね。今日は京都府一円の皆さんの前でのご披露ということで一生懸命練習を重ねてこられました。それでは披露していただきましょう。お得にデイの皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。お得にデイのツバメの会会長の岩田美恵子です。お得にデイのフラダンス頑張って練習しました。お得にデイではいろいろ頑張ってますけれども特にフラダンスみんな頑張りました。まあ上手か下手か分かりませんけど一生懸命踊ります。先生にも来ていただいていろいろ教えていただいて振り付けをしました。どうぞ皆さんも客席で私たちの真似をして踊っていただければと思います。緊張してます。お得にデイはバザーもいろいろ手作り品を売っておりますのでぜひ来てください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。お得にデイの職員の宮川と申します。よろしくお願いします。正式名称はお得に聴覚言語障害者地域活動支援センターと言いますけれども長いので皆さん縮めてお得にデイと呼んでいます。向こう市にある小さな一軒家から始まったお得にデイですけれども今年で15周年を迎えます。フラダンス始まったきっかけは前たまたま取り組みで練習をしていたフラダンスがたまたま10周年の行事近かったのでぜひ10周年の行事で披露がしたいということで利用者の皆さんからこう声がありまして10周年の行事で披露をしたというのがきっかけです。その時もスカートを作って練習しましたので、まあ、終わるのがもったいないなということで講師の先生にも引き続き来ていただいて練習を積み重ねてきました。まあ、ある時はこちらから踊らせてくださいということもありますしある時は踊ってください依頼を受けて舞台を何回か積み重ねてきたフラダンスの美女軍団です。ありがとうございます。今日は地元お得意の耳の日の開催ということで踊る演目もスタートも新しいのを仕込んできました。先ほどの元気な明徳のダンスの
あとですけれども、皆さんの合計年齢では負けてないと思います。それで、ぜひ今、私たちの練習の成果を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。